Hi, how are you? It's me, Sanae. 今日もディクテーション、聞き取りですね、やっていきましょう。今日の注目は、E or の or ですね。これですね。or ですね。Alright, number one やっていきましょう。corn, corn, corn, corn.はい、では書いてみましょう。もしくはカードで作っていきましょう。はい、では、答えを見ていきましょう。く、おー、うん、く、おーん、コーン、コーンですね。 OK。Number two, born, born, born. はい、ではやってみましょう。Alright, では答えを見ていきましょう。born で、ぶ、お、うん、ぶ。Born, born, born, born. はい、いかがですか？きっとね。Okay. Number three に行きますね。最後はね、ちょっとね、違う。sort, sort ですね。はい、やってみましょう。はい、では答えを合わせていきますよ。sort, sort が聞こえますね。 or 最後に t, sort, sort。 はい、いかがでしたいかがでしたでしょうか。はい、 or, e, or, or を使って、今日は練習をしてみました。グループ4からね、少し難易度が上がっていきますので、しっかり練習をしてお子さんが自信を持って、やっていけるようにしていきたいですね。 Alright, また動画を上げたいと思います。頑張りましょう。 See you next time. Bye.